はい、田中安全プロレス総帥田中守ですよ。はい、はい、では今日はですね、おすすめしたいね、プロレス漫画5000ということでね、5000ね、おすすめしたいプロレス漫画ですよ。じゃあ早速行きましょう。第5位はこれですよ。じゃーん。はい、これは何かと言いますと、人魚姫レイラというね、2010年頃に出ました、秋田書店から出た、なんか制服姿のお姉ちゃんですけど、一応これプロレスものですね。覆面女子高生レスラー、レイラというのお姉ちゃんがですね、戦うんですけど、別にこれ女子レスラーですけど、女子プロレスものじゃないんですよ。というのもですね、女子プロレスものじゃなくて、このお姉ちゃんがですね、覆面レスラーになって、もうこれ裏にこれがありますが、覆面レスラーになってですね、でそれで新日本プロレスみたいな、なんていうの、超メジャー団体に殴り込むという、そういう話なんですね。はい、でそこで棚橋弘至みたいなレスラーと戦って、で勝つと、まあ、そういった話なんですね。で、その後ですね、次は道の駅プロレスみたいな団体に乗り込んで、グレートサスケみたいな選手に勝利すると。で、さらにですね、その後、大阪に乗り込んで行ったところで、ね、終わってしまうんですよ。ね、多分、打ち切りですよ、これ。これ、単行本、これ、数冊しか出なかった。2冊ですかね。よくわかんないですけど、ね、大阪に乗り込んだところで、次、大阪プロレスが出てくるんじゃないかと思って、楽しみにしてたのに、終わりでした。終わりてしまいました。非常に残念でした。はい。じゃあ次、第4位。はい、これです。はい。太陽のドロップキックと月のスープレックスというね、漫画ですよ。ね、これは何すか、モーニングで出てたやつで、これも結構昔のやつです。モーニング KC って書いてます。ね。で、これもタイトル見ただけではちょっとプロレスの漫画とは思えないんですけど、まあ一応、プロレス漫画です。はい。で、これはミスター高橋の東京デンジャラスボーイというのは、ベースになってて、で漫画になっているものでして、で、まあ、中はと言いますと、まあ、こういったようにですね、もうこうね、こうってちょっと適当に挙げてますけど、まあ、要するにこうプロレスラーの話ですよ。で、まあ思いっきり新日本プロレスとははっきり名前は出てこないんですけど、猪木とかアントニオ猪木とか長州力とか、あとね、いや、そういう人がいっぱい出てきます。で、この漫画のすごいところも、そのなんかこういろいろバトルシーンとかもすごいんですけど、このプロレスのなんかね、このちょっと付箋がついてるところでなんですけど、会議するシーンがあるんですよね。で、そこでですね、いろいろこう今のプロレスはなんかこう真剣勝負というのを、もうそろそろそういうのをお客さんに、プロレスは真剣勝負だというのを、こう、訴えかけるのも限界が来ているみたいな話を、こう、会議の中でしてるんですね。こういう人たちがですね、こうね。その中でですね、このおじさんがですね、多分このスタッフのおじさんがこれミスター高橋だと思うんですけど、プロレスラーはどうしてロープに飛ばされて、わざわざ帰ってくるんですか。プロレスラーはどうして飛んでくる相手の技を避けたりせずに受けるんですかとか言い出すなんて、ね、目をぶち切れて、ね、周りのこの偉いさんたちが、どうしたんだみたいな感じでざわつくんですよ。ざわざわっと。そしたらこの次のページですよ、ね、こう、その方が正々堂々としていてかっこいいからだとね、ね、こうね、ぶち切れて言うわけですよ。で、プロレスにまつわるあらゆる疑問には胸を張って答えるべきだ。この答えを堂々と表明できれば、これからもプロレスは夢を与え続けられるとか、こう、そこまでカミングアウトすべきだぞとかね、こうね、なんかこう、バトルシーンよりもこういうなんかこう、スタッフの皆さんで揉めてるシーンが結構ね、楽しい漫画です。はい。
はい、以上です。ちょっと長くなってしまいましたね。はい、じゃあ次、次第3位ね、これちょっと、ね、もうメジャーの漫画ですよ、これ。はい、グラップラーバキの外伝ね、これグラップラーバキでもう超有名な漫画ですよね。もう今じゃもうすっかりグダグダになってしまって、本当にもうどうなってんだこの漫画って言いたくなりますけど、この時のバキはすごかったんですよね。これはあのちょうどあのグラップラーバキが最強トーナメントを終えた後にね、終わって、でその後こうあのバキ死刑周辺っていうのが続くんですけど、その最強トーナメントが終わったすぐ後にですね、こう出た外伝、これ何かというと、これアントニオ猪木とジャイアントババアが戦うんですよね。まあ名前はちょっと変えてありますけど、ババ対猪木はですね、なんとこれ単行本一冊丸々に収められてるというですね、これはですね、もうもうご存知の方も多いかと思いますけどね、この作者は本当にプロレスが好きなんだなとね思います。ものすごいこうプロレス愛に満ちたね、漫画です。正直言いまして、このこちらのさっきの、ね、4位と5位のこの漫画はですね、割とこうあのプロレスはもう今まではプロレスはもうダメだとか、ダメだけどやるんだみたいな、ちょっとこうマイナスイメージがこう あるんですけど、こちらの方はもうそういうのを全て吹っ飛ばしてね、もうこうババディなきゃ戦うからもうすごいんじゃーみたいなね、もうそんな内容です。はい、おすすめです。はい、じゃあ次第2位はこれです。はい、最強プロレスファン列伝ね、これはあの昔々1990年ぐらいに月刊マガジンに連載していたやつで、でこれこの当時ですね、ちょうど何ですか、プロレスで言えばこう三重士とか四天王とか花盛りだった頃ですよ。でまあ私も夜中によくね、深夜番組でプロレス見てたんですけど、このまあ一緒に同じプロレスファンだった友人がですね、この漫画はすごいとね、あれなんですよ、この今までのやつはまあ本当にこうプロレスラーが主人公なんですけど、これはなんとプロレスファンが主人公なんですね。でまあ俺はこれ登場人物が何人もいるんですけど、一人の登場人物だけその一つの団体が好きみたいな、確か主人公はリングスが好き であとはなんかこういろんな団体とか選手が好き で俺はこの選手はこんなに好きなんじゃというのをこの中で語っていくやつですね。はい、これはいね、特にこの第1巻がもうすごくてですね、もう本当にこの第1巻でプロレスは八百長かというね、話がいきなりっていうか、もう第何番目かの話に出てくるんですよ、割と初期の方に。それに対するこの答えがね、もうすごすぎますよ、ね、特にこの1巻は本当すごいと思います、本当にね、なにわ金融堂も1巻がすごいと思いますし、カイジも1巻がすごいこれも1巻がすごいですよ、もう本当にこれ第1巻に作者の言いたいことがもう凝縮されてると思います。はいはい、それでは、第1位第1位発表しますよ。第1位はこれです。はい、暗黒マット世界クレコアマガジンのこれですよ。いろいろ皆さんよりによってこれかと、ね、皆さん思われるかもしれませんがね、これですよ、1位は、ね、これね、これコンビニとかでこうよく売ってたプロレス界のこう裏を暴くみたいな、ね、本なんですけど、はい、実はこれ以外にもですね、私こういうのとかですね、あとね、こういうのとかいろいろ持ってますけど、特にこれはね、面白かったです、ね、この中でどれがこの中でもですね、もう今でも私すごく印象に残ってるやつ一点があるんですけど、これもちょっとこう付箋をですねつけておいたんですけど、どんな内容かというとですね、プロレスはこう八百長か、またプロレスは八百長か、そういう話になってくるんですけど、これですね、こうプロレス八百長の現場というやつでですね、これね、この漫画はですね、主人公はもう架空の人物なんですよ。プロレスの団体に入ったばかりの練習生が何て言いますか、こう最初はプロレスは真剣勝負なんじゃと思って
こう入団したら、実はこうプロレスはいろいろこう、ね、裏があってですね、その裏をどんどん知っていてですね、こうショックを受けるという漫画なんですよね。で、まあ、ちょっと読んでみますとですね、例えばですね、あのこうプロレスのこの、なんかこう構想中の、正義の味方のレスラーと悪のレスラーがですね、こう仲良く、なんかこう話をしていると。それを新人レスラー見て、あれ確かあの二人は今構想中のはずじゃとかね、いろいろこうあれおかしいなと思い出すんですよ。それとかですね、あとこう控室ですね、控室は日本人控室、ブラック軍団控室、外国人控室とですね、こうやっぱ構想中なので控室は一緒にまずいだということで3つに分かれている。しかしなんと中はですね、入り口は違ってもアコーディオンカーテン1枚でブラック軍団と日本人控室はつながっていたのかとね、この新人の練習生がショックを受けるわけですよ。これあれなんですね、いやこれはいろいろ書いてるんですけど、これさすがにこれはちょっと嘘やろうと思いましたよね。これ出たの10年ぐらい11年ぐらい前、ちょっと私もプロレスの団体にちょっとお世話になるちょっと前の段階だったんですけど、その時もかなり私もプロレスのことを調べ尽くしてだいぶマニアになってたんですけど、さすがにこれは違うだろうと思ったんですよ。ところがですね、もうこうね、はっきり言うとちょっとあんまりこう怒られるかもしれないですけど、本当にこの漫画の通りでした、ね、特にこのアコーディオンカーテンがで仕切られてるのはこれどこなんだろう、どの会場のこと言ってるんだろうなと思ったんですよ。まあモデルになってる団体が新日本プロレスですんで後楽園ホールなのかなと思ったんですけどね、実際そのこの時点ではね、その後楽園ホールの控え室なんかね、とてもとてもそんなところに、ね、私のようなド素人が行けるはずがないと思っていたら、なんと2009年の8月にですね、奇跡的に後楽園ホールにちょっと一度だけ参戦させていただくことができてですね、その時にこの後楽園ホールの、ね、控え室に入らさせていただきましたね。アコーディオンカーテンありましたというわけです。